はい、皆さんこんにちは、アゼルバイジャンの首都バクーに来ております。ここはですね、ニザミストリートという、まあおしゃれな街、東京でいうところの銀座丸の内みたいな感じでしょうかね。おしゃれなカフェとかレストランとか、あとブティックとか、まあ、そういったのがたくさん立ち並んでいるところで、でちょっとまあ午前中なんで今そんなに人いないんですけど、朝早い時間なんで、ここはですね、休日になると、まあ、たくさんのアゼルバイジャンの若者が集まるという、夜もねすごい、まあ、賑わってる街なんですけれども、そういったニザミストリートというところに来ております。で、まあ、いろんなお店が立ち並んでね、あちこちのお店見てるんですけれども、まあやはり残念なのが、この円安きついですね。アゼルバイジャンといえばね、ちょっと数年前まではなんかもう何もかもが物価安いなという印象だったんですよ。で、アゼルバイジャンマナとのその交換両替もね、すごいやっぱ安くて、結構いろんなものをしこたま買って日本に帰っていったっていう、そんな思い出がたくさんあるんですけれども、今この円安ですからね、なんか前は全てのものがすごい安く感じたけど、今逆にもう全てが高い。もうね、買い物するのもちょっと気が引けちゃうっていうぐらいね、昨日もスーパーマーケットとかショッピングモールとか行ったんですけれども、まあなかなかちょっとね、いやこれ高いなってちょっと躊躇してしまうようなね、そんな感じなわけですよ。この円安はまあきついですね。で、まあその日本の円安がね、まあ結構容赦なく、まあ、進んでるわけですけれども、ちょっとまあこれアゼルバイジャンに限ったことではないですけど、まあ、世界どこに行くにも、まあ、日本人ちょっとなんかいろんな物価を高く感じることでしょうね。ハワイに行った友人なんかもね、もうご飯食うのでさえもういろいろともうメニューをそのもう考えてしまうというぐらいですけれども、で、このアゼルバイジャンはですね、まあ今僕らこう3日目なんですけれども、昨日が、アゼルバイジャンの、大学の先生ヤシャール先生のお宅に、まあ、みんなでお邪魔して、ヤシャール先生家のお庭で、まあ、バーベキューをやってね、まあ、ワインとかウォッカとか、まあ、いろんなお酒を飲んで、まあ、楽しんで、みんなでいろんな話を、まあ、共有して、アゼルバイジャンの、まあ、ヤシャール先生のお宅、まあ、一般のお宅なんでなかなか、まあ、入れる機会ないと思うんですけれども、まあ、そこでお食事させていただいて、まあ、たくさんのアゼルバイジャン人の他のお客様もね来ていただいたんで、まあ、みんなこの横のつながりがたくさんできて非常に有意義な時間でした。で、まあ、あちこち観光もしてですね、まあ、結構、まあ、フルスケジュール的な感じで自由時間も取ってるんですけれども、結構スケジュール、まあ、いろんな形でいろんなところで訪問するスケジュールがあって、で今日はですね、この後、ホテルを出て、でアゼルバイジャン国営石油ステートオイルカンパニーアゼルバイジャンリパブリック、ソカーの本社に行って、で、まあ、国営石油の、役員の方々で、おそらく副会長のエルシャード・ナシロフさんも出てきていただけると思うんですけれども、まあ、そこで、まあ、エネルギー事情、天然ガスとか石油に関するお話をね、まあ、みんなでちょっとお勉強会みたいな感じで話を聞いて、その後油田の見学に行くという、爆風油田ですよ、爆風油田の、採掘現場見学に行って、でその後ですね、アゼルバイジャンの国立言語大学、そこで、まあ、日本語学科の学生さんたちと、いろいろと意見交換を交わして、まあ、先方もね、皆さん日本語を勉強されてるんで、まあ、日本に憧れて、で日本でお仕事がしたいとか、日本人のお友達作りたい、日本でビジネスがしたいと、まあ、そのような方々が、まあ、たくさん今日集まられるので、まあ、そこでいろんな意見交換をさせていただいて、みんなでこの日本とアゼルバイジャンの輪を広げていこうという、アゼルバイジャン人もね、もう本当に何度も言いますけど、とてもまあ親日な方が多いので、そういったアゼルバイジャンの方々と、越境 3.0 の視聴者、45名の参加者皆さんと横のつながりを作っていただいて、日本とアゼルバイジャンのいろんな橋渡しがみんなでできればいいなと思っております。で、まあ、夜はまたみんなで、まあ、お食事をしてお酒を飲みながら盛り上がって、で多分アゼルバイジャンの夜の街に繰り出すメンバーなんかもいるんじゃないでしょうかね。でそして明日の予定としては、いよいよ国営テレビ、アゼルバイジャン国営テレビに生放送出演ということで、参加者全員さすがに出演はできないので、45名はね、まあ、一部の、まあ、選ばれしメンバーが国営テレビの朝の番組に生放送で出演をして、でそれで、まあ、他の方々はテレビ局、国営テレビのテレビ局内を見学すると、日本でいうところの NHK みたいな、
まあ、そういったテレビ局に当たるわけですけども、このコーカサス地域では一番大きな、テレビ局、報道メディアですね。でそのアゼルバイジャンの国営テレビアズ TV に出演させていただきます。僕たち日本人のメッセージをたくさんのアゼルバイジャン人に届ければいいな、届けることができたらいいなと考えております。でまあちょっといろいろとね、あちこち見学したりとか観光地行ったりとか、まあ、たくさんの予定詰まってるんですけれども、今のところ、参加者皆さん、無事元気にもうテンション高めでね、皆さんアゼルバイジャンの、ツアーを楽しんでおります。またこの越境 3.0 チャンネルでもアゼルバイジャン以外に、いろんなツアーも企画しておりますので、また新たな、ご案内の方皆さん楽しみにしていただけたらと思います。今日もねすごい天気いいんですよ。まあ、夜はちょっと冷え込むんですけれども、朝はねもうカスピ海からもバーッと朝日が昇って、このものすごいいい天気、もうスカッと晴れたね青空がこの僕たち、ツアーメンバーを出迎えてくれているという、まあそういった感じなんですけども、でそれとですね、アゼルバイジャンという国、この特に首都バクーは街がとにかく綺麗なんですよ。参加者がね、皆さ なんかあまりの街の綺麗さにびっくりしてると、もうゴミ一つ落ちてないというね。でそれなぜかというと、まあ、こういった方々がもうずっと街を巡ってですね、向こうで掃除機とかをね、もう街中ウォッシャーっていうんですか、そういうのを、もうそこら中で動かして、役所の方々がもう本当もうそこら中で掃除してるんですよ。でなのでもう本当もうゴミ一つ落ちてないというものすごい綺麗な街並みがこの首都バクーなんですね。だからアゼルバイジャンっていうとなかなか日本人にとってイメージ湧かない方もいらっしゃるかもわからないけれども、やはり少しアゼルバイジャンのことを知ってる方で、アゼルバイジャンのことをちょっとだけ知ってる方はやはり旧ソ連のなんか冷たいイメージがあって、古臭くてでなんか情報統制されてるんじゃないかとか、まあ、そういったことをイメージされる方も、まあ、少なくないんですが、まあ、でもアゼルバイジャンっていうのは基本的にものすごい、まあ、自由主義 でイスラム教の国だけど、もうみんな服装なんかも、もう本当に、まあ、西側の、まあ、ファッションというか、これ真夏になるとね、まあ、結構暑くなるんで、まあ、女性なんかはタンクトップにミニスカートなんていうね、まあ、そういった方もいるぐらいですので、非常にまあ、世俗的社会で自由な文化ので、まあ国民も本当にね、もう皆さん平和で、非常にまあ旅行先としてはおすすめですね。今回のツアー参加者の中からですね、結構な方々が住みたいなと、ここに住みたいなと言っているぐらいですから、非常に日本人にとってはものすごい居心地のいい国、居心地のいい街なんではないでしょうかね。まあとにかくみんな親日ですから、特に日本人に対してはみんな優しく丁寧に接してくれる、親切に接してくれる、まあそんなアゼルバイジャンなんですけれども、まあただ一つ唯一残念なのは先ほど言ったこの円安がね、あまりにもやっぱりひどくて、なんか全てのものが高いですよ。こんにちはということで、こういった、銅像なんかも立ってるんですけれども、これアゼルバイジャンの、ニザミストリートに立っている有名な銅像ですね。傘をさして携帯電話で話している、後ろから見るとね、本物の女性がいるんじゃないかって思うような銅像なんですけども、これニザミストリートで非常に有名な銅像です。ということで、アゼルバイジャン、ツアー45名のメンバーで、盛り上がって、ツアーを楽しんでおりますので、また新たな、景色をね皆さんにお届けできたらと思います。ということで今日はこの辺で失礼します。この後ホテルに戻って、あちこち行って回りたいと思います。それではまた、さよなら。世界とつながりたいあなた、待ってます。